させていただきます。あのスリーって人形使いもゼロの妹だよね。ああ、残念ながら。小さい頃からあんなに不気味だったの？小さい頃？知らないね。ちょっとスリーが不憫になったよ、今。おい。ああ、申し訳ございません。ゼロ様を無視してしまうとは。何妄想してた？妄想ではございません。ポー様のことを少し思い出しておりました。ふーん、あいつは思い出してもらえるんだな。あいつ何かおかしくなかったか？スリー様ですか？いつもおかしい姫様ゆえよくわかりませんな。ただ一つおかしかったのは、なんだ？私めの肉体の一部がスリー様を見てもピクリとも反応しなかったことです。いやはや、私ほどのやりたがりをすっかり満足させ尽くすゼロ様はさすがでございますな。それ褒めてる？君にしてはずいぶんおとなしくしてるな。トゥー、その名が気になって。愚者ども、ああ、いや、皆様のことがおろそかになりがちで。トゥーか。まあ仕方ないかもな。本来ならセンタとトゥーが一緒に行動するはずだったから。一緒に？私とトゥーなる者が一緒に行動する？なんでもない、もう忘れろ。ゼロ、僕もっと強くなりたいよ。そうなってくれると助かるね。ゼロの目に咲いているそのお花、僕にも咲かないかな？はいはいと僕もお花咲かせてババーっと。この花はそんないいものじゃないよ。それにホイホイ咲いたりもしない。まずは代償として他者の、いや、なんでもない。そこまで言って
ておいて。ゼロのケンチ。どうする？スリーの言う通り、森の奥にワンがいるかもしれないよ。まだ森を進むの？それがいいでしょうな。戻るは戻るで、なかなか大変な道のりですから。奥田の言う通りだ。ワンがいてもいなくても、とりあえず奥に進めばいいのでは。よし、じゃあ出発。君は空からワンとスリーを探しなさい。なんで僕と一緒にいるのが嫌？僕が臭いから嫌い？違います。君の大きな翼が空に広がるところを見たいからです。あ、そうなの？分かった。見てて見てて。一番うるさいけどね。何を？ごめんなさい。Thank you.
森の様子がおかしいぞ。この前に倒せ。かゆい。やっ、かゆい。このまま戦っても。おら。おお、一体。バカみたいな声を出してどうした？ゼロ、ゼロ、おい、クソドラゴン聞いてるのか？あれ、もしもし、ゼロ、声が聞こえないよ。ゼロがどこにいるかも分かんない。何？電波が乱れておるようですな。この森の影響かもしれません。Yeah!
してもメイよ。何か砲丸が3つになったとか言い出すのに。いえいえ、ワン様の噂では確か教会都市にいらっしゃったはず。なぜわざわざ森に来られた。さあな、考えるのは私の仕事じゃない。愛の再生。なんかあった。ああ、なんでもないよ。